和訳とか英訳とか穴埋めも全部書きでめっちゃむずいんだ。先生にならないっていうのをですね喋っちゃったんですよ。でそのせいでですねかなりしごかれちゃうんですよ。もうひどい仕打ちを受けるという。Hello there、 始まりました、もちちゃんです。今回はですね、教育実習の話ですね、実際始まった教育実習どうだったのかっていうのをちょっと話していきたいと思いますね。で、僕はですね教育実習で、受け持つことになったのは中学1年生の英語ですねになりました。で、まず、クラス担任というかクラスでやるクラスのこの時ですね、この最初のホームルームとか最後のホームルーム担当するやつで、あとは道徳の授業をやったんですよ。これね、これ大変でしたですね。言っちゃいけないというか何喋りゃいいんだって言ってすごいですね悩んだの覚えてますね。で、あとこっちが英語ですね、英語の授業で、まあ全然違ったんですよ。こっちの先生熱い先生で、でこっちはですねもう大ベテラン、10年以上やってる、そこで10年なのかな、やってる感じなんですけど、でこの英語の先生ですね、これでもうほんとボンですね、不思議なことがいっぱいありましたね。でまあ最初にですねこの1年1組だったんですよね、担当ね。で1年1組でまあすごい静かなクラスでしたね。なんていうか一人一人喋る場合別にそんなんでもないんですけど、まあホームルームとかめっちゃ静か。で、英語の授業をやってても一番静かなクラスでですね、まあ心開かないというか大変な感じでしたね。で英語の授業始まるんですけど、このベテランの先生ですね、まあベテランの先生ってですね、手めっちゃ抜くんですよ。で僕ら3人だったんですけど、でこの英語、数学、体育だったんですね。で英語と数学は両方10年以上のベテランで、もう結構な年の先生で、僕らは定時に返されたんですよ。5時とか4時ですね、に返されたんですよ。僕はめちゃくちゃ大変になるって期待してたんですよ。でもめっちゃ大変じゃなくて、めちゃめちゃ簡単に帰れるので、なのでですね、まあ部活やって部活終わったら帰るみたいなんですね。そんな感じだったんで、土日はバイトしてましたし、普通に。すごく楽でした。その先生たちの方がさらに僕らより先に帰ってますからね。なんてすごく2人でなんだこんなものなのか、こんなっけないのかって思いながらですね帰ってましたね、いつも。でそれに対して体育のですね方の担当はまあめっちゃしごかれてましたね、若手の先生に。しかもですね、まあまぬけなことといえばまぬけなことなんですけど、正直ですね就職決まってるって言っちゃったんですよ。だから先生にならないっていうのをですね喋っちゃったんですよ。でそのせいでですねかなりしごかれちゃうんですよ。もうひどい仕打ちを受けるというか、大変なことだったんですよ彼はですね。だから毎日9時とか10時なんですよ、終わりが夜の。だ1人だけ全然帰る時間が違うっていうので、地獄を味わったっていうふうに言ってました。もう家帰ったら寝るだけっていつも言ってましたね。で指導案とかも書かなきゃいけないし、まあ彼はただスーパースターなんで、体育ですね、あの日本ラクロスの日本代表だったんですけど、昔はバスケ の県代表とかだったんで、なんでもう部活の時になったらもうスター、ね、それに対して僕は全然何もで、いろんな、ね、それぞれテニス部、バスケ部の、ね、数学の人はテニス部だったんで、それテニスやったりとかで、僕は、まあ、1年1組サッカー部の人だったんで、僕がいた時ね、その学校サッカー部もです、ね、バスケ部もなかったんですよ。ふざけてるんですよ。神奈川県ナンバーワンが2人いたんですよ。あの神奈川の代表のですね、サッカーの代表がいる。でさらには、バスケも神奈川のですね代表がいるって言って、この2人いるのにバスケ部もサッカー部もなかったっていうですね、とんでもないところだったんですけど、まあ、僕が実習した時にはあったんで、ではバスケ部に出たりとかサッカー部に出たりとかテニス部に出たりとかいろんな部活で僕は出てましたね。あんまりそれ担任には良くないって言われて、一つに決めてほしいって言われてたんですけど、でもまあどれが得意ってわけでもないからっていうのでいろいろ出てましたね。まあ、大変でした。毎日筋肉痛でそこだけは大変でした。それに対して授業っていうのは全然楽勝でしたね。もう塾で散々やってましたから授業ですね、全然困りもしなかったです。で指導案がやっぱり一番大変なんですけど、指導案書かなくていいって言われたんですよ。
で、1回目の授業があって、で僕が授業したわけですね。そしたら、ああ君できるね、だからもういいやっつってですね、指導案とか別に書かなくていいから、ね、もうやって、ここからここまでやってって言うからって言って、でそれでやらされただけだったので、だから最後だけ、指導案は一番最初と一番最後だけですから、ね、2回しか書かなかったんで、辛さも全然なかった。最後の発表とかもめちゃくちゃ力出す、最後あの研究授業とか言っていろんな先生が見に来るやつがあるんですけど、もう力をです、ね、存分に出してやりましたですね。でもう言っちゃいけないと思うんですけど、あなたたちよりはです、ね、よっぽどできますよっていうのをですね、がっつり出しました。アクティビティとかですね、すごいいろんなのをです、ね、出したんですけどね。本当はね、もっといろいろネットで調べて、ね、アクティビティ、ネットでブログも書きたかったんですけどね、ルーター壊れたんですよね、ちょうどね。教育実習の期間だから、なんかブログも残せなかったし、アクティビティも調べられなくて、ネットですごいですね、がっかりしたのを覚えてるんですけど、そんな感じで、ね、私は、ね、教育実習は、ね、全然苦労することなく覚えました。ただ苦労したことは、そうですね、あの前の動画で話してるので、いじめにとか人間関係っていうのを見逃せなくて苦労するっていうことがありましたけど、それぐらいですね。苦労したの、授業に関しては全然苦労もしなかったです。苦労したとこといえば採点、またこのですね、先生のですね、採点がっていうか、普通ですよ、考えてください。1年のですね、一番最初の中間テストですよ。でめっちゃ簡単ですよね。もう自分自身もその英語の先生になるきっかけに、まあ、ある意味なってんじゃないかなと思うんですけど、1年の一番最初のやつって満点取るわけですよ。100点取る、ね、今でもこのなんか英語のテストとかテストで満点取り続けたりなんだりとかっていうのはここから来てんじゃないかなと思ってるんですけど、その満点じゃないですか、満点取れるようなすごい簡単なテストですね。 ABCD とかですね、あの B 動詞の中ですね、ザペンみたいなさ、ああいうやつなんですけど、全部書きで和訳とか英訳とか穴埋めも全部書きでめっちゃむずいんですよ。1年の1学期の中間テストと思えないような内容で、だ採点がめっちゃ大変でした。むずくて、平均点がですね、本当に50点ぐらいになるテストだったんですよ。いやいやいや、まあなんか60点ぐらいになるテストがいいテストとは言われますけど、いや1年の1学期でそんなテスト出したら英語嫌いになっちゃいますよ。でそういうテストが出てくるとどうなるかって、大変点差じゃない、丸付けがめっちゃ大変なんですよ。普通だから中1学期の中間だから、なんかもうめっちゃ簡単な ABCD とかで超楽な採点かなと思ってたら、なんか全学期で全部チェックしなきゃいけなくて、和訳から英訳まですごい大変だったと思ってます。それを全クラスやって、で6クラスかな、6クラス分ぐらいやって、すっごく大変だと思ってますね。だからほとんどが30点から70点の間に収まるんですよ。だから全然できないテストと答案と、全然すごくできてる答案ってめちゃくちゃ簡単なんですよ。丸とか×って、ね、そっち数えていけばいいだけですから、すごくよくできてるやつだったら×の数数えてやればいいだけですね。全然できてなかったら丸の数数えて、それで点数出したり、みんな真ん中に集まるから、でもう計算するのもめんどくさい。丸数えてた方が早いかな、×数えてた方がいいかなっていうので、それが辛かったですね。これがちょっと一番最初のですね、一番最初のとかこれだけですね、大変だと思う。これが教育実習のその英語の教務っていう点で大変だったことになりますね。はい、こんな感じでですね、まだまだネタはたくさんありますので、いろいろと話していこうかなと思います。はい、 Thank you for watching. Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.